ビル・ウィザース・ビル・ウィザースは、アメリカ・ウェスト・バージニア州出身のシンガーソングライター、歌手。1960年代以末から音楽活動を開始し、80年代中期頃に引退した。グラミー賞ノミネートは、計6回、うち3回を受賞。ゴールドリスク認定は、アルバムが3枚、シングルが3枚を数える。父を12歳で亡くす。17歳で、 アメリカ海軍へ入隊し9年間在籍。1967年、ロサンジェルスに移りフォードモーターに勤務。1971年にサセックスレコーズより、エントローサンシャインで音楽シーンにデビュー。以後も、リーンオンミー、ユーズメ、ラブリーデー、グランドマザー、エスハンズ等のヒット曲を出す。1981年、 ボーカリストとして参加したグローバー・ワシントン・ジュニアのクリスタルの恋人たちがシングルカットされ全米2位を記録した。1985年発表のウォッチングユーウォッチング目を最後にアルバムを発表していない。また彼はどもりを持っており深刻な問題だったという。2020年3月30日、心臓疾患の合併症のため死去。81歳没。 ありがとうございます。